1年は365日、もしくは366日あります。何気なく過ごしている毎日の中には、いろいろな記念日が制定されています。今日は何の日と題して、簡単ではありますが記念日などをご紹介していきたいと思います。今日は何の日。4月29日、ゴールデンウィーク。日本で毎年4月下旬から5月上旬にまたがる長期休日のことをゴールデンウィークと呼んでいます。もともとは5月3日の憲法記念日、5月4日の緑の日、5月5日の子どもの日の3日間をゴールデンウィークと呼んでいましたが、昭和の日である4月29日からがゴールデンウィークの始まりだと一般的に呼ばれるようになりました。2019年の場合、4月27日、28日は土日で、29日は昭和の日、そして30日、1日、2日は元号改正に伴う祝日として3日間の休みがあり、合計で10日間という過去最長レベルの長いゴールデンウィークとなっています。全日本柔道選手権大会。毎年4月29日は日本武道館において全日本柔道選手権大会が開催されます。この大会は夏季オリンピック、世界柔道選手権大会と並ぶ柔道三冠の一つであり、柔道家にとっては重要な意味を持った大会です。ちなみに11月3日は全日本剣道選手権大会で、全日本柔道選手権大会と同様に日程が最優先で抑えられています。阿寒湖水開き。天然記念物であるマリモの生息地として有名な北海道阿寒湖において、毎年4月下旬には阿寒湖水開きという行事が行われます。これは阿寒湖観光シーズンの幕開けを意味していて、遊覧船就航式や観光安全祈願祭、テープカットのオープニングセレモニーなどが開かれます。この他にもまだまだたくさんの記念日があります。あなたの気になる記念日はありましたか？明日も気になる記念日をご紹介していきますので、お楽しみに。明日は何の日。今日お誕生日の方、ハッピーバースデー。